そう。さあ、一番出走は小野乃々佳です。美人すぎる売り子と呼ばれ、東京ドームでかつてビールを売っていた彼女、大声には期待が持てます。さあ、まずは小野、スポーツ新聞を手にしました。いや、そうですよね、人間ですもん。いつか負けますよ、ワールドカップ。見ます。絶対興味ないでしょ。でさ、それわかる、あ、分かりました。私ルールだって、もう前の彼氏がサッカーやってて、その時はサッカー。まずいじゃん、こういうこと言ってた。おっと、まさかの衝撃事実がこんなところで発覚。皆さんかっこいいですよね。誰ですよ。ちょっとね、どこが誰なんですか。全体的に、なんじゃそれ。いないところでディスられたノンスタイル井上、ちょっとかわいそうです。さあ、ここで偽の記者が入ってきました。やばこれ、あら、すごいですね。必要に井上をディスる小野々佳。さあ、ここで小野がいよいよ一人きりになります。怖いな。何も知らずスポーツ新聞を広げたところで参ります。ザ・出走デシベルだよね。出た出た、出ましたね。何あれ。117は出てるよ。どれくらいなんだろう。大きい方ですか。大きい方。ただいまの記録、117デシベルです。顔が出てきて、どのぐらいアイドルの方が驚くのかっていうのを競うドッキリです。ああ、ドッキリですか。ありがとうございます。びっくりしました。ありがとうございます。続いて2番出走、桃地こと嗣永桃子の登場です。今日もバッチリツインテールで決めています。桃地はちょっとわかんないな。お願いします。おっと、この動きは部屋中を見渡しています。桃地あるいはどっちの動きに気がついてしまったのか。どうか。いや、大丈夫です。そういうことだ。他のアイドルを褒めつつ、しかし桃地髪型を気にしています。これ発見すると失格ですからね。発見すると失格です。さあ、ここで桃地一人きり、雑誌を読むのか。いや、前髪気にしています。大差ねえよ、その前髪。ようやく雑誌を手に取りました。今話題のアイドル橋本環奈さんが表紙の雑誌、桃地何を思う。さあ、そろそろ参りましょう。ザ・出走。桃地出してよ声。出して声出して。当たってましたもんね。声声。
126デシベル、126デシベルです。そりゃそうだ。ドッキリです。はい。ちなみにちょっと雑誌見てましたけど、橋本環奈さんちょっと気になります。ちょっと待って、坂上さんですか。いや、実際にこの間橋本環奈ちゃんに。AKB48 川栄李奈の登場です。選抜総選挙を今夜に控えた AKB48 川栄ですが、まずはこの大声グランプリ、元気キャラの川栄の好記録に期待したいところです。川栄ちょっと分かんないね、未知数です。ただしかし川栄さほどテンションが高くないように見えます。ちょっとね、毎回ですね。ノンスタイル井上川栄にもディスられた。これ井上ディスられてゲストにも呼ばれて、川栄部屋にトリキーになりました。膝をかいています。左右目を細めて雑誌を手に取った。橋本環奈さんが表紙の雑誌、やはり気になるのか。おっと、これは全く読んでいません。何なのこれ、どういうこと。あ、これバカの本の読み方だね。からめくっているだけ。来るよ来るよ。そしてもう一度言った。では参ります。はい、出走。多分あと雑誌雑に見てる感じしたんですよ。雑誌とかあんまり得意じゃないので。何やってますか。体育が得意なんですけど。本日の仕事以上です。お疲れ様でした。やった、お疲れ様でした。じゃないですよ。どうしたらいいですかこれ。意外に暗い方なんですね。やめて。アイドルの意外な一面も見える大声グランプリ、ここまではももちがトップ。そして最後の出走は菊池亜美、貫禄は十分。果たしてどんな結果を残すのか。驚いた時に誰が一番大きな声を出すのか、アイドル対抗大声グランプリ。3人の出走を終えて暫定結果は 2-1。 最後の出走者菊池亜美です。もはや貫禄さえ漂うその佇まい。バラエティ番組で数々のリアクションを経験している菊池、期待が高まります。出せよ。おっと、部屋に入るや否や大きなあくび。橋本と天気すぎるアイドル、橋本セカンドのカンナちゃん。これね、知ってきてないの。この感じ本当に可愛いと思っているのか。千年に一人ですって。おばさんじゃん。さあ、ここで菊池が一人になります。ちょっとガラガラだね。どんな動きを見せるのか。あくびだ。
眠たい菊池、ここまであくびしか取れていませんが、ここで参ります。ザ・出走。目開けて、目開けて。さすがにバラエティーに慣れている菊池、ドッキリには気づいた様子です。ただいまの記録137デシベル。ねえもうやだ本当に。これ何の番組ですか？まあちょっとシックスの特番なんですけど。ねえやだ。まあおぎが出てきて。でまあそのどれくらいアイドルの方が驚くのかっていうレースをつらさせていただきまして。いや小木さんはマジビビりますよ。なんか小木さんってすごい元気で明るいイメージだったんですけど、はい、結構裏だと疲れ切っちゃってる。やだやだ。違うんですよね。今日たまたまちょっと今日は4本撮りがあったからちょっと疲れただけなんです。違う、いつもはもっと元気。もう一回やります。あ、僕そういうのやってないんで。いや正直ちょっと菊池さん取れ高少ないかな。ちょっと待って、本当ですか？もっとかなちゃんのコツとか悪口とか言っちゃった方がよかった。そういうことじゃないです。そういうことじゃない。ということで最後の大グランプリ、結果は4人でした。Subscribe now.